体だけはやっぱり健康じゃないとね、健康な判断ができん。病気しとると考えもおかしくなる。ヤクザは大抵肝臓をやられるんだ。死因の3分の1が肝臓病だと言われるぐらいでさ。一番の原因は入れ墨。入れ墨入れるときに針で感染を潰すから、汗をかかんようになって体の中の悪いもんを外に出せなくなる。それが溜まって肝臓がやられるんだ。フランスから日帰りしたのは俺だけとちゃうやろか。兄貴だけやなく、わしらもみんな体は綺麗や、入れてへん。炭みたいなもん、痛い目して、高い銭出してやな。体に悪いいうこと分かっとって、入れるいうの、わしらおかしいと思うわ。シャブをやっとるとおかしなるわけや。現実との区別がつかなくなる。隣でな、若い衆が喋っとるやろ。するとそれが、全部わしの悪口言うてるように聞こえるわけや。それでだんだんおかしくなってやな。周りの門をどつき倒したりしてることがあるんや。それがあるとき、先代に見られてやな。やめろと。お前やめへんかったら、破門する言われてな。親分っていうのは、絶対やと思っとるからな。それでシャブやめたんや。マフィアのボスでも、心あるものは麻薬を禁じとる。麻薬は人間を破滅させる。組の中には、夜分の言うことを聞かん者もおる。絶滅は難しいかもしれん。しかし、わしが禁止を言えば、少しは手を出す者は減るやろう。それでええんや。稼いで、使う。人生、それだけのことやろ。頑張るんやで。目の前で4億、5億という金が行ったり来たりする背筋の凍るような博打を平気でやる。あれだけは真似できん。肌にはおそらく日本でも3本の指に入る博打打ちじゃろう。競馬やら競輪やら、穴いな割に合わん博打には手出さへん。テラセンに2割5分も取られて勝てるわけないね。負けが決まってる博打をみんなよう懲りずに打つなぁと感心するわ。政府が仕組んだ詐欺みたいなもんやろあれは。仮に10億円の資本があって会社を作るとして、社員が何人いるか。どれだけオフィスが必要か。社屋にどれだけ固定資産税を取られるか。貸しなら10億の金を一人で貸すことができる。借り手から返させる力があったら、はっきり言うたるわ。金貸しが一番ボロい。やっぱりヤクザのうちが花ですよ。貸し手が肩着になったら、借りた金返すやつ、おるんかい。日本が新しく生まれ変わったと同時に、極道も生き方を変えていくべきではないのか。それには各自が制御を持つことである。魚屋でもいい、喫茶店でもいい、駄菓子屋だっていいではないか。一応生活の安定があれば、悪事に走るものは少なくなるはずだ。お前ら、税金を払うヤクザになれよ。金のない奴は、ヤクザやめろ。親に金を出し渋る奴は、ヤクザやめろ。暗黙の防波堤、この意味わかりますか？我々ヤクザと普段付き合いがあるということが、その人にとって暗黙の防御になる。
こっちの意味の方が現実には強いんです。カタギと付き合うて銭金抜きで何の付き合いか。カタギは食うもんや、礼から言ってつまんでこい。私が運輸省所管の全行進のトップになったら、いずれ園遊会に出なあかん。ヤクザが陛下に会うのは申し訳ない。富士山が見えるところは全部稲川会の縄張りだ。見渡す限りこれが全部山口組の島になるんや。親を殺された恨みは忘れるけど、財産取られた恨みは人間忘れんとですよ。山口組がこんなに大きくなるとは思わなかったな。これでええんかな、俺。こんなにうまいこと言って、世の中こんなに甘いもんかな。おかしいんちゃうかな。日本全国どこも山口組の縄張りなんやと。よそ様の火場所で飯を食わしてもらっとるんだ、という意識は、我々は持ってないわけですな。開拓したとこは白なんやと、そういう気持ちでおるもんで。わしの若い自分、ヤクザ言うたら金なくて当たり前。せいぜい夢が風呂付きのアパートに入ることやった。車はタクシー上がりの何十万走ったかわからんやつ、ピカピカに磨いて。それでも得意になって乗ってたもんですわ。若頭いるたら体は楽やし、金も儲かれば女もよりどりみどり言うが当たり前やった。今は逆や。若頭は誰よりフル回転して金も要け使わな周りがついてこん。考えてみたら割に合わん話やな。ほならなんで若頭やっとんのやとあんたら言うやろうけど、まあ自己満足と違う。我々社会はね、意地と張りで生きてますからね。見栄もあるだろうし、そうでしょ。だから、内容はね、そんなにあんた、世間から見るより優雅な生活はありませんよ。外車に乗って、派手にして、みんな金持ってるやろ。そりゃあな、警察の人間も腹立つやろ。外で暑い中、防弾チョッキ着て、給料安いのにやってはる。一方は涼しい顔して外車乗って。何やわけのわからん仕事しとる奴が、ええ格好しとったら、そら腹立つで。たとえわし一人になっても、山口組は解散しない。混乱の中に、希望がある。心配するな。金やったら、プール一杯ある。